にちは。こんにちは。先日ですね、はい、メンバーシップでは出してたんですけど、はい、水槽ですね、はい、こんなちょっと暗い状態になっております、はい、中も苔だらけなんですけど、はい、でこれを掃除もするんですけど、暗いんでライトを作ろうかなと思って。あ、本来はね、もう一個ライトはついてたんだよね、はい、こういうののちょっとでかいやつが、はい、でもそれはすぐ壊れました。あ、熱に対する設計がね、甘かったみたいで、ね、まあ、そうやろうと思ったんですけど、すぐ壊れちゃったんで、はい、ちゃんと私が熱に対する設計をね、しっかりして。これはね、昔自分が秋葉原に行った時に、はい、ジャンク屋さんで買った放熱器というかね、ヒートシンクって言われるやつですね。本来は多分パソコンの CPU とかを冷やしてたんだと思います。了解です。それがジャンク屋さんでポンと980円で売ってたんで、うわ安っと思って買って、もう10年ぐらいかな、はい、なります。これに LED をつけて光らせようかなと、そういうのを作っていこうかなと。あとはまあ汚れがひどいんで、フィルターシステムをね、ちょっと強力なやつに変えようかなと思います。了解です。で、明るい水槽をお見せしたいなと思います。はい。ですので、どんなものを使うのかちょっと説明しましょうかね。これが LED です。見たことありますかね、この形。あの懐中電灯とかも強力なやつあるじゃん、はい、あれだいたいこういう形のが入ってるね、安いタイプ。初めて見ました。これこれは何色かな。ブルーって書いてますね。これは青色。青色。あ、じゃあレッド。そう、レッドです。赤色、はい、でメインの白っぽい色はこういう LED です。ゼニ型って言われる。これが光るんですか。そう、それが光るのよ。ね、それはあの電球型の LED とかに使われてたりします。へ、シャープ製です。これシャープ、はい。へえ、こんなんなんですね。これをまあここにペタッと貼って、はい、それ専用の両面テープとか接着剤みたいなのがありますので、それでギュッと押さえて貼っつけていきたいなと思います。はい、はい。じゃあまあここからは私のハンダ付けの作業とかになりますんで、はい、まあぼちぼち説明しながらハンダ作業ですね、はい、していこうかなと思います。はい、じゃあ倉庫へレッツゴー。はい、逆によこれを10年も持っとったよ ね、 ですね、使わずに。はい、倉庫に来ました、はい、ここを私の秘密基地にします。はい、ほんでですね、これ邪魔なんですけど外していきましょう。はい、どう配置するかですね。はい、まあ、配色、そうね、何色をどうか、まあ、この白は2つほど使おうかなと思います、はい。10V 640mA 全くわからない、流れますね。電圧は 10V、はい、ですので、直列つなぎはわかりますか。なんかやったな、直列やらなんやら。豆電球を光らせたでしょ。光りましたね、はい、どう並べようかな。こうかな、はい、こうかな、はい、配線のね、しやすさを。で、この線を配線で、こちらのワイヤーストリッパーで、はい。何色が好き？何？オレンジ。オレンジないな。オレンジね。じゃあ黄色でいきますか。はい、黄色。この線にも意味があるんですけどね、いろいろと。そうなんですか？番号が、はい。色で。茶色。あれ？茶色が1。黒が0かな。赤が2。とりあえず、ちょん。見て。こことここをつなげる。ハンダ付けする。そう。そしてこのままつけようとすると、はい、この放熱器に熱を奪われて、はい、ハンダの熱が奪われてつかないんですね。ですから距離をだいたい測ったら、そこに置いて下で、まあでもこの上でやってたらそれはそれで溶けるんですけどね、はい、銀色のところ、そう、ここで、はい、ああ、それも見覚えある。ハンダのね、ハンダの溶けるやつ。
もういろいろいきますね。予備ハンダ、はい、で他のところにもここにも先にハンダをつけときますと。じゃあマイナスのところにこれをさっきつけたのを、おお、どっちついた、ついた、おお、はい、引きました。これをここにピッとつける感じで、はい、でここに貼っつけるのは接着剤というか、あ、両面テープ専用の、うん、熱をこう伝える、はい、熱伝導テープっていうのがあるんで、それとそれだけじゃあね、熱くなった時にペラって剥がれるかもしれんから、接着剤みたいなシリコンみたいなので固めようと思います。はい、でこれをひたすらやっていきますので、はい、あとは GoPro 映像になります。はい、はい、次ブルー、ブルーの LED、 これは4つある。次は赤、レッド、熱伝導テープか。これを、こちらが LED を動かすための LED ドライバーというものになります。でこれも発熱しますんでヒートシンクにつけていきます。よし、ドライバーも装着、完成です。はい、はい、当研究所へようこそ。何のできた、はい、こちら、はい、ライトでございます。 LED ライト、これライトなの、うん、LED の素子、へー、はい、じゃあ点灯式しますよ。これ今つなげて、はい、お目目にご注意ください。そんなに明るい、とりあえずはまあまあ明るいと思う。いきますよ、はい、あ、3、あ、2、1、カチギ、こっち、おお、ついた、つきました、つきました。まぶーけど、これまだ全然前回じゃないですからね。確かに明るい、前回じゃないよ。ちょっと小田さん、間近で見て、いや、これ目つぶれるけん、マジで獅子神様と一緒でね。まだ回したら明るくなるんですよ。もう見えないんだけどね、俺はもう 見てないから。うわ、ほんとめっちゃ明るい、明るいやろ、実際見たら、うん、うわ、これを使ってね。どうしようもないよね、これ。はい、消えた、はい、うお、これはね、直視したら目がおかしくなるやつ、目が。で、せっかく明るいんでですね、ちょっとね、はい、釣岡の地下を見てみようかなと、はい、床下ね、あ、床下ね、そう、前さ、掘りごたつの時かな、うんうん、あそこバカって外して、はいはいはい、覗いてみたら、なんか、あったい、多分俺も埋蔵金じゃないかなと思ってて、いやいや、ないと気になって、その時点でないはず、だって、あったら、だって、小玉さん、翌日なんか、はい、じゃあこれ持って、はい、ちょっと下に潜ってみようかなと思います。はい。調査兵団です。はい、調査兵団です。おお、君、そんなとこにいたのかい？何を見てんだよ。怖っ、やめろ、それ。二度とすんな、それ。やめろ。あ、虫や、虫、虫。あ、虫か。虫見てる。どれだったっけな？板がこう、来てないんだよ。入っとるね。小田さん、やってよ。
パーンパーン。なんでみんなそのイメージがあるの？なんか忍者って言うんだ。忍者？忍者っつったらそれ。忍者ってか前だけでがやるの。たくちゃんやってパンってやって。パンってやって。何やったね、もう。そっちですね。これ二つですね、こっち。これは打ち付けとるかな。あ、枠は抜けるね。それボンドのあれじゃない？うわー、ゴムで。本当に？うん。どこ？うまい。わあ。よいしょ。バース。もう怖い。皆さん、パンドラの箱が出てしまってるかもしれない。これマスク案件じゃなか。そう、マスク案件ですね。ちょいと覗いてみますか。あんただけちょっと子供さん一人マスクしてよ。そらそらやろ。ほら、なんか埋蔵金埋まってるよ。じゃあまずカメラで見てみるよ、下。うん。なあ、もう映らん、映らんや、危ない。なあ、もう映らん、こりゃ。はい、徳ちゃんが行動を持ってきてくれました。で、これをここにセットして、はい、ちょっとね、俺潜ろっかなと思ったんやけど、うん、とてもじゃないけどね、人が潜れるあれじゃないっけ、うん、命を落としかねそこまでないやろうけど、はい、こいつをここにセットして、はい、どんぐらい見えるのか。いったりまっか。お願いします。スイッチオン。わあ、なんか、なんかすげえ色。すげえ色。青。タイとかのバーガー。あのね、あれよ。肉眼やったらさ、うん、ピンクっぽい紫やん。うんうん、カメラ越し見たら青。あ、そうなんだ。うん。はい、じゃあ。おいが見たとは。何を見たの。はい、これ全開です。結構見えますね。見える。あ、ね、結構見える。あ、でも一番奥の方はちょっと見えない。ああ、さすがに。いや、でもこれだいぶ明るいですよ。明るいですね。うん。じゃあちょっと。ちょっと角度をピッて変えるだけでも見えるんじゃないですか。見えるかな。ちょっと待って。一番奥になんか反射してる。なんだ。埋蔵金や。埋蔵金か。ちょっと待って。あ、まあでも本当に出てきたら、あの三人でやるわけじゃない。内緒にしようね。これは。え、でも俺の。あ、わかった。釘だな。ああ、釘か。でも金は金やね。俺の雑巾が入ってる。俺の雑巾。埋蔵金。3人で分ける。後でちょっと花輪さんちょっと話になる。いや、あれ見えたのがさ、俺の雑巾じゃないかなってずっと思ってたんよ。ああ、うん、そう。俺のじゃなかったみたい。あれ前雑巾じゃなかったわ。ああ、なるほどね。ごめんなさいね。ああ、わざわざ。ああ、前雑巾発見ならずか。ならず、誰かの口。そうそう、誰かの雑巾や。はい、はい、いや、とりあえず明るさはもう十分だと思います。はい、照明できたね。はい、照明だけ。これを水槽につけるにあたって、はい、さっきのこう外に漏れたらみんなとんでもない眩しさやろうけん、このシェードっていうの、なんていうのかな、光を、そう、傘じゃないけどね、うんうん、シェードと、ここにビカビカ眩しすぎないようにアクリル板の曇ったやつもつけて、うん、で、これケースに入れて水素に設置しようと思います。はい、了解しました。はい、ちょっと今から多分やっても時間がかかるから、今回はここまでになるかな。あ、はい、で、次回水素の掃除、フィルターの強化、はい、ライト設置やりたいと思います。はい、はい、楽しみに。楽しみに。ご視聴ありがとうございます。釣り岡、酒岡ではキッチンカー、ゴルフスタジオも営業しております。はい、キッチンカーは神崎駅北、ゴルフスタジオは釣り岡ハウスの横にございますので、詳しくは概要欄に貼っておりますので、ぜひぜひチェックしてください。